滋賀県湖南市石部駅前司法書士行政書士の高杉です。今回はですね、戸籍とかですね、住民票等を職権で取得するですね、職務上請求に関するお話を、しようと思います。いわゆる8事業はですね、依頼に関する範囲でですね、戸籍とか住民票を取得することが、可能になっております。本来ですね、戸籍とか住民票の情報っていうのはですね、プライバシーがすごく高い情報でありまして、簡単に第三者が取得してはならないものと、なっております。しかしですね、こういった大前提はあるんですけども、私業による戸籍等の取得が可能であるということは、相当に強力な権限であると、言えますね。一方でですね、いくら私業といえどですね、戸籍取得等に関してはですね、私業といえど悪用のリスクがあるためですね、厳しく使用を制限されている場合が、ありますね。でそこでですね、今回は、司法書士の、戸籍等の取得にですね、焦点を当てさせていただいて、職務上請求のですね、制度概要とかですね、種類ですとか、どういった場合に取得することが想定されていて、逆にこんな場合は、職務上請求をしては良くないっていう場合をお話ししましてですね、それに加えてですね、勝手に戸籍等をですね、取得されることに対する対抗策等もお話をしようかなと思っております。まず戸籍等はですね、取得できるものがですね、戸籍法とか住民基本台帳法等で定められております。で、一つ目はですね、取得の類型の一つ目としてはですね、本人からの戸籍の取得請求ですね。2つ目はですね、第三者からの請求で、3つ目が今回 の, テーマになる、職務上請求という形になります。本人からの請求であればですね、不正な目的が明らかな場合を除いてですね、原則は交付をしてもらえるということになります。第三者からの請求であればですね、正当な理由がある場合のみですね、交付をしてもらえるということになります。この第三者請求における正当な理由なんですけども、極めて限定的に返されているということになります。この点をですね、限定的にしないとですね、自由に他人の戸籍とか住民票を取得することができてですね、住所とか本籍が分かってしまうということになりますしですね、不都合が生じるため限定がされているということになります。3つ目はですね、職務上請求ではですね、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合にですね、取得することが認められています。要するに何でもかんでもいいわけじゃなくって、受任したものに関して取得ができるということですね。受任している事件とか事務はですね、請求書に記載はするんですけども、その他資格を使用する、書面とかですね、そういったものの、添付が必要になる場合があります。受任している事件とか事務に関するものであるかはですね、受任した司業ですね、司法書士等がですね、判断することになってくるんですけども、不正な使用とかですね、誤った使用にはですね、厳しいですね、懲戒を切る可能性が高いことからですね、公儀にですね、権限をですね、公儀に広く捉えて使用するっていう司法書士は相当少ないんじゃないかなというふうに思います。またですね、職務上請求を行っていいか、判断に悩む場合もありまして、そういった場合にはですね、専用の手引き書を確認したりとかですね、さらに判断が難しい時にはですね、所属する司法書士会等に、確認する場合もあります。職務上請求書はですね、統一様式になっておりましてですね、各司法書士がですね、独自に様式を作成して使用するものではないということですね。様式にはですね、投資番号が入ったり、しましてですね、結構厳格に作成されています。他のですね、任意様式ですね、例えばなんですけども、市役所にですね、提出する委任状とかですね、そういったものはですね、申請者が独自に作った任意様式でも結構認められること多いんですけども、この職務上請求書はですね、しっかりと各地域のですね、司法書士会が発行したものを使用する必要があるということですね。職務上請求書の種類なんですけども、2種類あります。1号様式、2号様式って呼んでるんですけども、簡単に言えばですね、1号様式はですね、司法書士法第3条第1項に記載されてですね、これが司法書士の独占業務ですっていう事件とかですね、事務に関してこの1号様式というのは使用するということですね。登記とか供託とかですね、裁判所提出書類とかですね、簡易裁判所の訴訟代理等ですね、その他ですね、最近新たに設けられたですね、法定相続情報一覧図の、作成とかですね、そういったものに関するものもこの1号様式を使用してですね、戸籍等を、必要があれば集めていくということになりますね。一方、2号様式なんですけども、こちらはですね、独占業務ではなくてですね、司法書士法施行規則第31条の業務として掲げられているものの業務に使用することになります。
代表的なものとしてはですね、成年後見業務とかですね、遺言執行者としての業務を執行する際に使用することが想定されています。成年後見とかですね、遺言執行者っていうのは他の事業の方とかにも結構されている場合もあったりとかしますしですね、決して司法書士の独自の業務ではないっていうことにはなりますね。職務上請求書がなくてもですね、本人請求とか第三者請求があるならですね、わざわざ職務上請求しなくてもいいんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、本人請求ではですね、取得できる戸籍がですね、直系ですね、要するに親子とか祖父母とかですね、孫とかに限られますし、第三者請求はですね、さっき言ってた通りかなり厳しいと厳格に返されてまして、実際僕もこの第三者請求ですね、できるかどうかっていうことをですね、試みてですね、実際に確認したんですけども、どの自治体もかなり警戒しておりましてですね、相当な確証のある資料を添付しなければ交付しないということをですね、いう自治体が、多かったですね。そのような状況下でですね、業務の範囲内でかつ適正な使用であればですね、ほとんどそれ以外の制限がかからずですね、戸籍等が取得できるんで、この職務上請求というのはかなり便利ですし、職務上請求書を使ってしかですね、もう実際はちょっとそれを使わないと無理なんじゃないかっていう場合もですね、結構業務をする上ではある感じですね。で、少し話脱線するんですけども、司法書士法施行規則の第31条っていう、いうのがその2号様式の使う場合にその業務に対してっていうことになるんですけども、この31条ですね、司法書士法人が行うことができる業務の規定になってます。で、個人の司法書士はどうなのっていう疑問が出てくるんですけども、これをつないでるのがですね、司法書士法第29条になります。司法書士法第29条でですね、司法書士法人が行って良い業務が定められておりですね、すべての司法書士が行って良いものとして、法務省令ですね、イコール司法書士法施行規則で定めるものとなっているためですね、施行規則、第31条に記載されている業務はですね、すべての司法書士が行っても良いという論理構成をとっています。ちょっと聞いているだけだとよくわからないかもしれないですけど、結構周りくどくですね、複数の規定を使ってこの31条業務っていうのは司法書士の、業務ですね、すべての司法書士の業務というふうな、論理構成をとっているということですね。ではですね、職務上請求にちょっと話を戻すんですけども、次はですね、職務上請求書で、使えそうで使えない場合と、いくつか紹介していければなと思います。でここで紹介するのはですね、僕自身の判断ではなくですね、さっきちらっと申し上げましたですね、手引き書にですね、記載されている内容からですね、ちょっとピックアップしてお話をしていこうかなと思っております。で、言うまでもなくなんですけども、司法書士業務に関係なくですね、戸籍等を取得することはできませんし、仮にですね、これに反してしてしまうとですね、厳しい懲戒の対象になってしまうということですね。一つ目はですね、家系図の作成業務ですね。ある意味ですね、司法書士の独占業務でなければですね、施行規則の第31条にも記載されていないので、家系図作成のみをもってですね、他人の戸籍を取得できるとなってしまうとですね、自由に他人の家系図作成ですって言って自由に他人の戸籍を取得できることと何ら変わりないので、この点をうなずいていただけるかなと思います。2つ目はですね、相続の発生前に相続登記に備えて戸籍を取得することですね。業務をですね、まだ受任できる状態じゃないので要件を満たしてないということですね。3つ目はですね、少し意外かもしれないんですけども、公正証書遺言作成のためにですね、職務上請求書を利用することですね。遺言作成のサポートはですね、第3条、司法書士法第3条の業務でもなければ規則第31条の業務でもないものとされているため、遺言作成の場合ですね、作成のサポートする場合には職務上請求を使うべきではないということですね。同じような理由でですね、遺産分割協議とかですね、遺産分割協議書の作成っていうもののみを目的としてですね、戸籍取得をするっていうのも認められてないということになりますね。こういう場合にですね、どうしても必要であればですね、大原則に戻って本人請求とかですね、第三者請求という形をですね、これを代理で行うことを検討することになってこようかなと思います。他にはですね、余計な戸籍を取得することも、できないとされております。これも例えばなんですけども、公正証書遺言に基づく所有権移転登記ではですね、遺言者の死亡とですね、従者の生存が立証できれば足りる場合が多くてですね、別に法定相続人全員を特定する必要がなかったりするので、こういう場合にですね、所有権移転登記に関係ない戸籍を取得してはならないということになっています。
職務上請求の利用によってですね、戸籍が広範囲に取得できることはご説明したんですけども、取られる方としてはですね、自分の知らないところですね、自分たちの関与しないところで勝手に戸籍が取得、何者かに取得して閲覧されているということになるので、結構気になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でそんな方の対応策なんですけども、市町村の役所ですね、役所に対してですね、本人通知制度というものを活用を教えていただければなと思います。このですね、本人通知制度という申し出を事前にしておくとですね、第三者がですね、戸籍を取得した場合にですね、申し出た本人にお知らせをしてもらえるものになっています。交付自体されてしまうんですけども、後からですね、自分の戸籍が勝手に取得されているよっていうことが分かってですね、きちんと利用を確認したりとかですね、不正があれば追及していく重要な手がかりにもなるということですね。以上ですね、今回は職務上請求について、司法書士に焦点を当てた形にはなるんですけども、ご説明させていただきました。非常にですね、この、職務上請求便利でありまして、もし事業の免許がなければですね、行使できない権限であるんですけども、一方でですね、少し使い方を誤ればですね、業務停止とかですね、かなり重い懲罰があるっていうことですね、まさに諸刃の剣かなっていうことに、思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。